PET はスペクトなど他の核医学検査と同様に生体の機能を観察することに特化した検査法である。主に中枢神経系の代謝レベルを観察するのに用いられてきたが、近年主要組織における糖代謝レベルの上昇を検出することにより、癌の診断に利用されるようになった。患者への被曝量は CT に比べて少ないが、 医療スタッフの被爆量に注意が必要である。ただし、下術するように、PET、CT 装置を用いた検査の場合の被爆量は CT に比べても大きくなる場合がある。CT と PET を比較すると、CT では外部から X 線を照射して全体像を観察しているのに対して、PET などの核医学検査では、 生体内部の放射性トレーサーを観察しているという違いがある。ここで CT 像は解剖学的な情報に優れているので、携帯画像と呼ばれ、PET 像は生理学的な情報に優れているので、機能画像と呼ばれる。なお、両者の利点を総合的に利用するために、PET と CT を一体化した装置、PET、CT も開発されており、 診断には両画像をソフトウェア的に重ね合わせた融合画像が主流となりつつある。脳の PET スキャンの例。18回 FDG をトレーサーとして用いた全身 PET スキャンの例。非電子半ベータ崩壊する各種で標識された化合物を放射性トレーサーとして用いる。そのような各種の半減期は一般に短い。そのため、 投与直前に加速器を用いて製造される。一般的に放射性同位元素を作成するには、原子炉等で中性子を照射するが、陽電子放出核子は、原子核内の陽子数が型であることにより β、改変するため、加速器で、陽子や、超陽子を照射して作成する。放射性トレーサーは、病院内に設置した、加速器で生成するか、一部。 比較的長半減期のものにおいては、放射性医薬品会社から供給を受けることも可能である。人体に投与されたトレーサー中の非電子、放出各種は体内で崩壊して、およそ96.7から99.9%の確率で1個の非電子を放出する。放出された非電子は、金傍の原子の電子と対消滅し、 電子の静止質量に等しいエネルギーの光子が2個放出される。この時、各々の光子は元の電子と非電子の運動量を保存するために正反対の運動量を持つ。すなわち反対方向へ体で放出される。PET 装置は人体の周囲を取り巻くように配列された多数のガンマ線検出器と2個の光子の信号を組み合わせる。 同時係数回路からなる。検出器のうちいずれか二つが同時にガンマ線を検出したとき、その二つの検出器を結ぶ直線上のどこかで対照滅が起きたと考えられる。そこで、この情報を集めて CT と同様のコンピューター画像処理を施すことによりトレーサーの分布を示す三次元画像を作成する。スペクトとは異なり、 放射線の入射方向を限定する、鉛コリメータを用いなくても、同時係数により、原理的に飛来方向が判明するため、検出器の前に遮蔽体を置く必要がない。したがって、一般的に PET はスペクトよりも感度が高く、定量性にも優れている。ただし、長半減期のトレーサーが少ないなどの問題があり、PET の潜在能力を十分に引き出すためには、 さらなるトレーサーの開発が必要不可欠である。脳内での神経活動が高まるとその部位で代謝量や血液流量が増大するので捉えたい指標に合わせて上に述べたトレーサーを選ぶことで間接的に脳内で活動が活発になっている部位を特定することができる。他にもアルツハイマー病の診断に有効である。FDGPET について PET と CT を一体化した PET-CT 装置を用いた検査の場合、1回の検査における放射線被曝は23-26ミリシーベルトになる。これに対し放射線診療における代表的な X 線検査での被曝量は胸部0.04ミリシーベルト、腹部1.2ミリシーベルト、上部消化管8.7ミリシーベルト、 胸部 c t 7 8シーベルト、腹部 c t 7 6シーベルトである。日本では人体は自然界から年間2 1ミリシーベルト前後の被爆を受けている。ありがとうございます。